グランドオダリスク、またはユヌ・オダリスクはオダリスクを描いたドミニク・アングルの1814年の油彩画である。アングルの同時大臣らは、この作品はアングルの新古典主義からの離脱、エキゾチックなロマンティシズムへの転換を示す作品であると考えた。グランドオダリスクは最初に展示された時、広い批判を招いた。これは、 新調されたプロポーションと解剖学的なリアリズムの欠如のために特に注目されてきた。この作品はパリのルーブル美術館に展示されている。この絵はナポレオン一世の妹でナポリオン妃のカロリーヌ・ボナパルトによって制作依頼され、そして1814年に完成した。アングルはジョルジョーネの眠れるビーナスやキツヤーノの ウルビーノのビーナスのような作品をもとに横たわる裸の人物像を着想したが横たわって肩越しに振り返っている人物の実際のポーズは1800年のジャック・ルイ・ダビッドのマダム・レカミエの肖像をもとに描かれたジュリエット・レカミエ・ジャック・ルイ・ダビッド1800年アングルは歪められたプロポーションでケだるいポーズの相性の後ろ姿を描いている小さい頭部引き伸ばされた獅子 そして、クールな色彩設計、すべてが、パルミジャニーノのようなマニエリスムからの影響を表しており、その、長い首の聖母も、また解剖学的な歪みで有名であった。長い首の聖母パルミジャニーノ1534年から1540年、これが1814年に、初めて展示された時、この古典的な形式をロマンティックなテーマと組み合わせる、折中的な混合は、 厳しい批評を誘発した。批評からはアングルを形式と内容において同時代的スタイルに対する反逆者とみなした。この絵が最初1819年のサロンで展示された時、ある批評家は、この作品には骨も筋肉も血も命もレリーフもいいやそれどころか模造品を構成するものは何もないと述べた。これはアングルは解剖学的なリアリズムを無視しているという。 一般的な見解を反映していた。アングルは代わりにボリュームをトーンダウンさせる豊かな一様な光のみならず湾曲と感能性を伝えるために長い線を偏愛した。アングルは1820年代半ばまで作品を批判され続けた。この絵が受けた最初の批評から生じてグランドオーダリスクにおける人物は椎骨が二つか三つ多すぎるように描かれていると 考えられている。当時の批評からは身長はアングル側の誤りであると信じたが、しかし近年の研究は身長は恋の歪みであるということを示している。現実の女性のプロポーションの測られた寸法によれば、アングルの人物は副写し得ない脊柱の湾曲と骨盤の回転を持って描かれていることを示した。それはまた、 オダリスクの左腕が右腕よりも短いということを示した。研究は、この人物は、椎骨が2つか3つではなく、5つ長いこと、そしてこの方は、単に腰椎ではなく骨盤、と腰部の長さに影響していることを結論した。この絵の別の解釈は、幾に、んかの内裁の義務は、スルタンの肉欲的な快楽を満足させることのみで、あるから、 彼女の骨盤部の身長はアングルによる象徴的な歪みであったかもしれないということを示唆している。一方ではこれは感能的な女性美を表しているかもしれず、他方では彼女の業種は複雑な心理学的なメイキャップを写しあるいは何の感情も表していないと言われてきた。その上、彼女の業種と骨盤部の距離は女性の考えと感情の考えと 複雑な感情の深さの物理的な表現であるかもしれない。ありがとうございます。